たまたま座ったんで頼んで、あ、すいません。小田原市に住む、上村健一と申します。地元で、小田原、天国プロジェクトというのをやってます。それで、黒岩知事にお願いしたいのは、でなんで動画が好きかと思いますと、今もう、実際に学校ですとか、緊張感の対応ですとか、いろんな協力などを加わってまして、そういう方に協力をしていただきたいというのを、しやすくお願いしたいと思います。今ここで簡単に作業を行っていまして、その後、やってる内容は、ガンとクルーズと、スタッフの中間の考え方になりますけど、手作りクラブのテーマとか、クラブウェブクリーニング。で、クルーズの部分が、小田原市に小田原市の水着クラブというのが注文ですので、そこをコラボしていきます。目的は、単なる耳明かしの準備ではなくて、人と地域を元気にする水準の考え方イベントをみんなで作って発信する。で、実施のプロセスを通じて、今までつながってなかったものを見られる。で、今、実際にいろんな形で、動画をつながってます。で、部門は3つありまして、1つは小田原手作りクラフト展示。これは、ケンさんのように本格的なプロの作家ではなくて、主婦であったり、まあ、いろいろこうお仕事をしながら自分でものづくりを好きな人だけど、普通のフリーマーケットなんかじゃちゃんと作品として認められなくて、っていう思いを持ってる人で、横浜とか東京に行けばそういう手作り市っていうのはあるけれども、小田原ではそういうのがないっていう聞いたんで、去年の2月に始めました。それで最初はマロニエって市の、施設無料でやりまして、でその後いろいろな要望を聞いた上でコロナワールドとヒルトンとシティモールでやってます。で、まあ、そういう活動が一つの柱で、もう一つは小田原ダンス天国。これは、高校生のダンス部ですとか、民間のダンス教室、フラ教室とかいろんな、ヒップホップとかで、そういうところにまあ、PR の場、人の集まるところで、発表の場を、発表してもらっています。で、まあ、YouTube とか Ustream で動画で発信とかもしてます。で、今度11月13日は、来週の日曜日ですね、ダイナシティでもやります。で、もう一つですね、小田原ハンパネットっていうのがありまして、それはカーテンのハンパ生地を使った手作り作品展なんですけど、それは県政地域の、旧校の学校 と、新庄さんの作業所にカーテンのハンパ生地を無料配布しまして、まあ、累計1000枚ぐらい配ったんですけど、そういったもので、例えばカーテンの生地でこんなものができるっていう、こういうドレスとか、こんなものですね、こんなもの。まあ、これもダイナシティで来週やるんですけど、まあ、こういった普通の観光の、イベントとか違うタイプのそういうのをみんなで作り上げてるところです。それに対して、まあ、これ地域マグネットに、どうでしょうか、そういう観点でどうでしょうかっていうところで込めていただきたいと思います。あ、ちょっと待ってください。